はい、こんにちは。今日は宮山古墳やってきましたけどね。面白いのはね、古瀬山古墳群が非常におもろい言うて、大学の先生だな、名前忘れたんだけどね、いろいろ教えて見てもらったらしいけど、大学の先生と思うねんけどね。それもちょっとイラって今ちらって聞いたんだけどね。ここがね、公園部になるけどね、そこ公園部上がってみましょう。いつもその辺に向かうのが遠いんだけどね、よく止まっとるんですよね、来ると。はい、ほう宮山古墳でございます。現在地これ上がって、はいはい、失礼します。上がりましょうか。神社の横からね、神武天皇、神武天皇、何か書いてあるぞ、ほら、神武天皇の。そんな、どうやろうね、神武天皇ね。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。ここから上がるんですよ。登り口。どれぐらいなのかね、15メートルだったかね。登山になりますかね。登山だよね、登山。上がりましょう。宮山古墳はね、前方後円墳で全長が240メートルになりましたね。初めて来た時はね、大変だったんですよ。蜘蛛の巣いっぱいでね、なぜやったか虫はいっぱいで大変でございましたけどね。ここ上がるだけでもフラフラ。これずいぶん高いぞ。これどれぐらいあるやろ。今下からやったら15メートル、20メートルありますね。雨が随分上から落ちてますからね。これ中入ってんのかね、これ。中じゃ入れそうもないね。やっぱり雰囲気もだいぶ土がね、流れてますよね、これ。もうちょっと当たるかもしれないな。はい、こんな感じです。ここに石棺を囲む埴輪列。ああ、なるほど。あと造形か、そんなのいっぱいあるけど。はい、ちょっとじゃあ石棺見てみましょう。石棺の前にこの長持ち型石棺らしいんですけどね。ああ、ちょっと割れてんな。なるほど。上に横に石がいっぱいこうね、上から乗せたんだけど、で内側に石室があって、石棺が、この石棺があるわけね。どう見てみましょうか。みんな入って入りますけど、これは入るのはやけど出れるかね。あ、やだな。ちょっと出れるかね。入りました。あら、ポンコツなとこあるかね。ほれ、こんなんですわ。上がもういっぱいだから、いっぱいいっぱいやからね。こんなもん珍しいな、石棺置いて、ね、いっぱいいっぱいのもね。あら、すごいね、この石棺。中は見えないか。いや、見えないな、そこまでしかな。ああ、見えないか。この中、どうですか。ああ、中真っ暗でございますか。だからだいぶこれね、5世紀からこの横がね、小さい石でね、石器作っとるんで、
こんな大きな上に、ね、屋根にこの大きなやつがね、5、6枚乗ってるみたいだからね。こんなやもんな、この横の石がな。ね、もう7世紀なんかになると大きな石でね。ほんでこうやって、石棺置いても上に高さがあるんでね、こんなことないもんね、どこ行ってもね。はい、だから5世紀の初めか。ああ、中へも見せてもらった。ありがとうございます。ああ、上ずる上がれるかね、これ。この1メーターも上がるのに大変やからね。残念です。いつもね、ここ草がいっぱいやから、何回か来たんだけど、まさか中に入れるとはね。はい、ありがとうございました。これが貴重品のような貴重品ね。水式名所は雪かいな、雪って呼んだ方がいいかいな。雪型埴輪、雪型埴輪でございます。雪型埴輪、反対から見てみましょう。雪型埴輪でございます。ああ、なかなかいいね。もちろんこれはね、遠いのもんじゃないでしょうけど、はい。石棺の上にね、石棺の上にこの長い上にね、石がこう5、6枚ここはあるんですけどね。でその下に石棺が入っていて、横の石がね、ものすごいあんなんですよ、小さいんですよ。5世紀の初めやからね。6世紀、7世紀になるともう大きな石でね、やりますからね。これはもう素晴らしいんだけどね、なんて言ったらいいんだろう。まあね、この古墳をわしら回ってるのは、もう回る回った中、雰囲気を歩くのが大好きでね、これはもう探検だな、これは。ちょっと無理やな、今日は。雨、はい、雨降っとるし。これは全然入れないね、これは。はい、そういうことでございました。雰囲気からです。回りは一回回ってますんで、アップしてあります、回ってんの。はい、ありがとうございます。そしたら退散しましょう。雨がね、ずいぶん降り出してね、どうしましょうかね、これ。退散せなあかんかな。まあ、こんな大きいやつだから、どうでしょうね。この辺の五世の豪族の方とは思われんねんけどね。どうしてもわしらは。そんな話してんねんけど。これ宮内庁管理になってないんでね、どうもどうだろうと思ってるんやけど、基本大きいのはね、やっぱり皇族の墓として利用するのが多かったと思うしね。あそこの頃は5世紀頃はね。これ今外周を歩いてるんですけどね、非常に歩きましたけどね、外周ね、ずーっと眺めながら。やっぱ大きいですよ、これ。240m ぐらいありましたかね、この古墳でした。ここにあったの、看板。これ知らないんだね。どう書いてあるの？やっぱ5世紀の諸島やね。こう、前方後円墳、238m って書いてあるな。240m って書いてあるのがあるしね。横あたり見てみたいんだけどね、入られへんもんな、なんか。はい、じゃあ公園部からね、駐車場まで歩いてみますからね、その位置を分かってもらいましょう。距離にして2、300メートルありますかね。そんなもんでございます。この三叉路の、ね、右に行きます。車の場合は左、これ左に行った方がいいですね。車の場合はね、ちょっと狭いから。この池がありますんでね、この池ね、池を越えてすぐでございます。
まあ車も行けないことないやろうけど、ちょっと狭いんですけどね。反対の方が広いですわ。日本の池はどこもほぼ綺麗になりましたね、大概。ちょっと狭いかな、やっぱり普通車じゃ。もう雨が ほんぶりでございます。傘もさらんと濡れまくって歩いてる。行けんこともないけど、ちょっとしんどいね、これは。はい、ここ駐車でございます。ここ止めていいらしいですわ、ここ駐車ね。で、トイレもありますよ、ここ。はい、駐車場ここでございます。反対側が来たら、ここに出てきます、ここにね。ここ駐車場。立派止めれますよ、ここ。はい、ありがとうございました。